もしもし、カスタマーセンターですか？お宅のメーカーのドライヤーについてちょっとお伺いしたいんですけども。ええ。私、都知事の小池恵子です。ええ。お宅のね、メーカーのドライヤーを使っていましたら、少々問題が生じまして、はい。お宅のドライヤーをね、いつものようにお風呂上がり使っていたんです。はい、いつものように東京大改革について考えながらずっと当てていたんです。ずっと。そうしましたら気がついたら私の頭が大改革されていたんです。いや、ですから私の頭が盛り土状態なんです。今日ね、これから記者会見があるんですよ。このままですと記者さんに言われちゃいますよ。知事、頭が盛り土ですって。豊洲じゃないんだからって。このままですと、とんだ爆笑記者会見の始まりですよ。これは一体どういうことなんですか？お宅のメーカーに私に対する抵抗勢力があるんじゃないんですか？え？私に責任があるとそうおっしゃるんですか？いいえ、これは東京都全体の問題と認識しております。いいですか、女性が活躍する社会に起きている。もしもし、ゆり子です。ドライヤーの切れちゃいましたね。要するにね、私が何を言いたいかと申しますと、お金をくださらないね、そうでしょ、頭がムード状態なんですよね。2000円では2000円ね。あ、そうだ、東京2020があるから2020円にしましょうか。ねえ、いいじゃない。え、ダメ？どうしても、どうしても私が言ってもダメ？わかりました。じゃあ結構です。それから2時間後それでは記者会見を始めます。